こんにちは、つちのこです。今回からミートピアやっていきたいと思います。いやー、ミートピアね、久しぶりだな。 3DS の頃やったんですけれども、今回スイッチで出るということでね、やっていきましょう。まずはミー作っていくぜ。アミーボからミーをコピーって何？へえ、そんなことできんの？アミーボにミーって何？アミーボにミーって何？もう、そっからわかんない。じゃあ、作るか。まずは僕作りまーす。よーし、できました。これ。帽子がないんでね、帽子の代わりに髪の毛でピュッピュッってなってて、垂れ目でね、口もこんな感じです。僕のアイコン、よーし、のほほんとしてこんなキャラで私頑張りたいと思います。出た。そうだな、性格はマイペースかな。土の子はマイペースな土の子だよ。オッケー。さあ、久しぶりにやっていきましょう。今回ね、体験版ですけれども、もうね、5月21日に発売なので、このままですね、体験版をスタートさせて、製品版にね引き継いで発売日からやっていきたい、発売日からね続きやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。久しぶりでござる。ここはミートピア。あら、誰？あなたは。あら、なんかいろんな国の人々が何かしてる。ミーたちが暮らす平和な世界なんです。いいえ、平和な世界でした。顔が突如現れたのです。あー、顔取られちゃうんだ。そうそう、ミートピアを脅かす影が。はあ、取られた。何者かがミーたちの顔を奪ってしまいました。そして、あー、顔を貼り付けるんだ。ミーの顔がくっついた怪物たちが生み出されたのです。はっはっはっは。歩き方。ここに一人の旅人がいます。ねえ、鼻、ねえ、顎に鼻、ちょっと口可愛いかなと思って、僕の口ね、こんな感じだから鼻を下につけたんだけど、横から見たらやばい。お団子食ってるようにしか見ない。やだ、間違えた。今日も平和だな。土の子はのんびり一人旅。うん、なんだあれ。この蝶々なんだっけ。わあ、変なの。お化け？ん？ギャーギャーだよね、これ。怖すぎる。ひゃー、わあ。走り方ひどいだろ。ここはどこだろう。あ、街が見えてきた。メイクとウィッグがあるぞ。メイクとウィッグで、おお、あ、いいね、いいね、いいね。ミーの手直し、ちょっと鼻ちょっとダメだね。鼻ちょっと変えよう。鼻がひどすぎる。どうしようかな。じゃあ鼻なしってできないっけ。じゃあこうするか。鼻は鼻はちびっちゃくして。あー、すごい、口もできるんだ。できた、できた。僕結構似てると思うよ。あ、こういうできるんだ。
こんな感じで。牙ないかな、牙。牙ないか。ああ、ありそう、牙。一応牙があるんです、私そこに。いいかな。まあ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 。できた。え、すげえな。よし、行ってみよう。ミートピアの登場人物にはあなたの好きなミーを配役できます。後で配役を変えることもできますよ。町の人にミーを配役しましょう。オッケー。こんなもんでいいでしょう。最小の町。うわー、ちょっと懐かしいな。あれー、どこここ。ねえ、体でかすぎない僕。こんなにダラダラ腕なってんの。こんにちは。気持ち悪い。ウィッス、今日も暇でウィッス。どうしたの、そんなに慌てて。人の顔がくっついてね、僕の顔おかしくなってない。人の顔がくっついた怪物。夢でも見たんじゃないの。ここは平和な最小の町でウィッス。過ごせば何でも忘れるでウィスよ。あら、かわいい。ホタルちゃん。はは、今日もいい天気だね。いらっしゃい。なんだよ、だよだして。ダメだよ、そんな顔してちゃ。笑顔、笑顔。笑顔は幸せを呼ぶ。これは本当だね。あ、しんちゃん。おーい。わいわーい。僕はドラゴンだぞ。真似が難しい。ドラゴンがいるんだ。いや、こんなお母さんいるでしょ。しんのすけちゃんダメでしょ。危ないからじっとしてなさい。この子ったら。旅の方ごめんなさいね。落ち着きがなくて。あら、かわいい。ボーイとガール、何してんの。なんて美しいんだ君は。あなたも素敵よ。くそー、イチャイチャしやがって。なんでそんな顔すんの僕。裏山けしからんみたいな。ん、君見ない顔だね。もしかして遊びに来たの。いや、遊びじゃないよ。ほんとかな。おい、のび太。ちょっと待って、ね、真似ができない。ほほほ。どうも旅人さん、私がこの町の町長なんです。町のみんなとお話しされました。はい、いい町でしょう、この最小の町は。こんな私が町長でいられるのも。うん、なになに、なんだ、なんだい、なんだい、なに、ママガール、ボーイ。おやおや、なに、大魔王来た。さあ、大魔王誰にするかと。うわ、サンズもあんの。これいいね、フラウィー。名前変えれないかな。ああ怖い。俺は大魔王フラウィーだよ。この世界にやってきちゃった。最小の人間ども、さあ味わえ。顔を失う恐怖をな。へい。ああ、顔を失った。友達カプセルだよ。フラビーがこの世界にやってきちゃった。しんのすけちゃん。ああ。ああ。顔なくなったら、がっくりしてる。みんなの顔がやばいですよ。ふん。今回はこれでよしとしよう。顔を失った者たちよ、恐怖に怯え苦しむがいい。
そして助かった者たち、町の仲間の様を見て共に苦しみ絶望するんだよ。ではさらば。うわ、フラウィっぽいじゃん。うわ、なんかひぃ、お助け。ジャイアンが怖いよ。もう君を愛せるもう最悪だな。しんのすけちゃん、どうしましょう。旅の方、お願いです。しんのすけちゃんを助けて。やだね、ブブブブ。お願い、無事でいて。僕なんの、もう僕なんな、どういう立ち位置だっけ。僕ただの旅人。ウィスパーもいなくなっちまった。じゃあ助けるか。助けます。じゃあ任せな。うん、ありがとうございます。そうだわ、なになに、これはお持ちください。お守りです。家宝のお守り。大魔王はまだ近くにいるはず。町の外を探してください。お母さんのお願いを引き受けたぞ。よし、町の外行ってみるか。はあ、んはははは、俺に何か用でもあるのか。しんのすけの顔を顔して最初にしんのすけ。あ、そうか、お母さんに頼まれてたからか。こいつか、返してやってもいいぞ。ただしこいつに勝てたらな。わあ、ほーら。ちょっと似合ってる。生きてたらまた会おう。さらば。はあ、わあ、お守りが、家宝のお守りが輝き出した。お守りから声が聞こえる。土の子よ、聞こえるかな。はい、聞こえたようだな。信じられんかもしれんが、わしは神である。まあ聞きなさい。どうやらそなたピンチのようだが、その怪物と戦う力欲しいであろう。怖いです。いらないの。いやいや、神として放っておくわけにはいかん。力を授けよう。神の力をな。神の力の目覚め、職業の力が目覚めた。怪物と戦うための特別な職業に就くのだ。好きな職業を選びなさい。戦う役割のこと、特徴がありますよ。職業を選んでみましょう。どれにしようかな。アイドル。出た。やっぱりアイドルでしょ。アイドルになっちゃった。でで、じゃ腹出てんな。腹、イエーイ、アイドルになっちゃった。これは？ほほほ、その力があれば大魔王の怪物と十分に渡り合えるだろう。戦え、土の子。行くぞ。そのマイクの持ち方。ミニしんのすけスライム。よし、やってやるぜ。いた。技も魔法も使えない。戦うしかないんだ。ほら、痛い、強いよね、スライムが。いけいけ。普通に本当に強いじゃん。待って。
よし、余裕だね。全然余裕じゃねえ。わーい、ほほーい、勝ったぞ。余裕だった。何を思い出すんだっけ。よし、スライムゼリーゲット。はあ、疲れた。見事な戦いであった、ツチノコよ。いやあ、それほどでも。これであの子供は助かったであろう。よかったよかった。では最初の町へ戻ってみなさい。うん。オラの顔、オラの体。ほほーい。似てない真似が。おお、おお、戻った。しんのすけちゃん、大丈夫？怪我はない？うん、本当によかった。旅の方ありがとうございました。お礼にこれをどうぞ。200ゴールドゲット。やった。だらしねえ体だな僕。は？なになに？めでたしめでたしだな。さてツチノコよ、そなたにはもう一働きしてもらうぞ。へえ？そなたも見たであろう、大魔王フラウィーよ。やつはミートピアをめちゃくちゃにしておるのだ。この世界でもめちゃくちゃにするのか。大魔王フラウィーを倒して世界を救ってくれ。はい、そう言ってくれるか。神の力を与えたそなたなら対抗できるだろう。旅立つのだ、アイドルツチノコよ。おし、次の町行けるのかな。放浪者たちに配属するミーを選んでください。おお、すごいな、めっちゃいるな。ネズコちゃんいるじゃん。ネズコちゃん。のどかな平原。わーい、いっかー、ミートピアに平和だー。なんだ、でれれれれー。よし、戦うぞー。はい、まだ覚えてないからレベル上げなきゃ。よし、どんどん帰っていけ。ほほほ、怪物から顔が飛んでいくのを見ておったかな。あの顔の持ち主はそなたのおかげで助かったのだ。先ほどの子供と同じようにな。怪物をやっつければ誰かが助かるということ。どんどんやっつけてみんなを助けてやってくれ。オッケー、レベル上がるでしょうこれ。よーし、レベルアップ。うし、アンコールを覚えた。仲間がいないのに仲間の技使う、覚えたよ。何食べようかな、もう今の僕じゃんこれ。何食べようかな、お昼。美味しいの食べたいな。たくさんの怪物たちがピンチです。わあ、勝てそうにないよ。ほほほ、困っているようだな。よろしい、助けを呼んでやろう。お、仲間を一緒に旅するみ。おー、来た。よーし、できました。今回の仲間、トライアングルさんですね。僕いつも、マイクラとかでね、一緒にやって、最近ね、もういろんなゲームで、一緒にね、やらせていただいてる。トライアングルさんを仲間にしたいと思います。ちなみに、アイコンですね。アイコンを参考にして作りました。結構さ、結構髪型とかも、目の感じも似てるでしょ？アイコンのトライアングルさん、ちょっとリアルに似せようかどうしてか迷ったけどね。やっぱりマスコットキャラで可愛いからこっちにしましょう。トラさんが仲間になったぞ。あ、可愛い。トラさんどんな性格かな。難しいとこだね。もう全部当てはまりそうだけど、慎重だし優しいとこもあるからね。元気でもあるし、あ、でもやっぱ元気かな。みんなで遊ぶときいつもトラさんいっぱい喋ってくれてるし、
元気かな。じゃあ元気にしようか。職業を選ぼう。そうだな、トラさん何の職業がいいかな。盗賊、料理人。ああでも料理うまいからな、トラさん。どっちかな。魔法使いもあるだし、僧侶もあり。ヌスットラさんもいいかもしんないね。いや魔法使いかな、やっぱり。なんとなく。僕は元気な魔法使い、トラララララ。かわいい。ちょっとかわいい、マスコットとしてかわいいかも。オッケー、トラさんが仲間になったぞ。ここは、はい、どうもトライアングルです。あーすごい、身長差がこんな感じ。本当に一緒に戦おう。やば、いいね。なんかいいな、仲間ができた。お、技、待って、技魔法使える。あ、アンコールか。行こう。えい、痛い。トラさんまだ魔法使えないか。あ、そっか、自分しか攻撃できないんだっけ。トラさんは自分で攻撃するんだっけ。なるほど、トラさん頼んだよ、ほんと。魔法にかかってるからね。汗かいちゃったよ。よっしゃ、ふぅ、助かったよ。世界を救う旅か。僕もついてっていい。やだね。そんなこと言わないでよ。ごめん、いいね、いい絵にちょっとしたかった。ついてっていいよ。こちらこそよろしくお願いします、トラさん。やった、無事切り抜けたようだな。仲良く旅を続けなさい。仲良くなればなるほど力は強くなるぞ。では良い旅を。宿山だかな、先は長いよ。なんだ、なんか落ちてたよ。バナナ拾、バナナ拾った。落ちてるバナナ拾ったわ。犬撫でたいな。僕猫派なんだけど。トラさん、もう真っ暗になっちゃったね。待って、取り出した。半分あげる。わあ、優しい。いいね、仲間って感じ。美味しかった。出た出た、なんか親密度かなんか上がるんだよね。宿山だかな。僕の腹ね、腹の動きやめて、リアルだから。僕のアンコールがちょっと余裕だね。お腹痛い、大丈夫、トイレ。そんな。なんでそんななの。意味不明すぎる、いつも歩くとき。僕そろそろ休みたいよ。はあ、やだやを見つけました。やだやだ休んでいこう。助かった。やだやを見つけた。懐かしいこの感じ。なんかイベントいっぱいあったよね。仲のいい二人はお互い助け合って戦いが有利になるのです。やった。どこにする、トラさん。2階がいいかな。ほい。またこっちに。めっちゃ仲悪いっていうね、仲入った。そんなことない、仲良くしましょう、トラさん。2人で何するの。ねえ、僕だけなんかでかいベッドに。お小遣いをあげるって何、欲しいもの。あー、そんなのあったあった。間違って買っちゃいますかも。あ、トラさんいいね、素敵、
買う？本当？じゃあお願い、買ってみて。よし、ナイス。持つ。よし、強くなったぞ。棒からステッキに変わりました。違う、棒からほうきに変わりました。ゲームコーナー、料理をあげる。でもあれだよね、みんなの様子見てみよう。あー、チェックマークがあると何かあるんだね。マークは今ない。料理を食べさせます。少しずつ食べると強化される。好きな料理は効果が大きくなる。あー、そっかそっか。おし、肉食うか。魔力上げなきゃね。あ、魔力は上がんないのか。 MP をトラさんに。ごくごく、あんまり美味しくないダメだったか。じゃあ肉を土の子に。おいしい、こんなもんか。そうそう、なんとなく覚え出したぞ。よし、行こう。行くかー。いい調子。いつまで続くかな。わあ、大丈夫？手長くね、僕。ありがとう、優しい。どんどん仲良くなってくよ。猫撫でたいな、わかる。プライドはないの？どういうこと？なんでプライドが関係ある？ウィスパーさんの顔この辺かな。怪物にくっついてるのかな。どうだろうね。なんでエロ目になる？意味わからん。おいしいもの食べたいよ。あるある。会話が成立できるかな、ちゃんと。ん？わあ、なんか強そう。ウィスパーでウィス。いけ、トラさん、新しい技、ファイヤーだ。よーし、ナイス。よし、アンコール。もう一度同じことやって。アンコール、新しい技、アンコール。トラさん、もう一回。いやー、いいね。ファイヤー、神の力の目覚め。 MP 振りかけの力が目覚めた。不思議な粉を振りかけて MP を回復できるのだ。新しい力が目覚めたの。戦いを有利に進めるためには MP が必要じゃ。またバリバリ技や魔法が出せるのじゃぞ。ほいほい、おい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 、やったぜ。気長に行こう。わあ、強いね。ファイヤー、どうだ、さすがトラさん、いいね、強い。ありがとう。ありがとうでウィッス。はあ、緊張した。ボーナス経験値も12プラス。あ、僕にあげちゃった。いやー、強かったね、タラさん。ファイヤーいいね。手紙が届きました。しんのすけちゃんのことありがとう。お礼にこれ受け取って。デート券、デート券、デート券使えちゃうの？まさか。もう親密度が上がりまくってんじゃん。 HP をトラさんへ。トラさん好き嫌い多いな、マジか。攻撃これでプラス1になるよね。 OK、 もうお腹いっぱいになっちゃってる。お、なんか話してるぞ。
適当に適当に僕本当に適当でいつも。トラさんはちょっと感心してる。好きレベルアップ。ちょっと気になる。アピール覚えた。よしよし、いいぞ。いいところを見せたくていつもより頑張るんだ。あ、デートあるよ。デートやる？トラさん、デート行きますか。早速デート券をあげてデートさせましょう。二人だけでお出かけです。もっと仲良くなりますよ。カフェ行こう。じゃあトラさん、カフェ行きましょう。行っちゃったデート行っちゃった。カフェでくつろごう。トラララは良かったのねえもう会話が成立してない。カフェ行った。何食べます？ねえ、アーモンドキャラメル、ホワイトシュー、チョコレート、めちゃ食うじゃんめちゃ食うじゃん。おお、また好きレベルアップした。まだまだちょっと気になる。アドバイス覚えた。相手が狙われた時に声をかける。おお、いいね、攻撃かわせんの。よし、めっちゃ仲良くなっちゃった。あれ、この子じゃないの？そうだよね。ウィスー私の体。はあ、さああれ、顔が元に戻る。なんか大丈夫？ブラックホール飲み込まれてるけど。顔が助かったで、ウィス。顔が怪物にくっつくなんて、さすがの僕もびっくり。200ゴールドもらいました。よしよし、オッケー。この子はん？ねえずこちゃん私ねずこちゃん。あなた任天堂のこと好きだよ。そうだよ、僕大好き。素敵。私も任天堂大好き。それでね、任天堂が発売してるフィギュア、アミーボって言うんだけど、見たいな見たいな。アミーボ持ってる？持ってるよ、もちろん。素敵。お願い、見せて見せて。オッケー、いいよ。ほら、いっぱい僕アミーボ持ってるからね。アミーボありがとう。なんて素敵なアミーボなの。お礼にマリオの服あげるね。すごい。へえ、アミーボ見せたらいろんな服もらえるんだ。ここずっともらえんの？どれどれ。じゃあ今度ピーチどう？お礼にピーチの服。すごー、やば。これちょっと後でいっぱいやってみましょうね。よし、コートラさん。あ、 B ダッシュできるんだ。やっぱよし、お、ファイヤー使うね。初めての好き行動アピール。いいとこ見せたいんだ僕。よし、ナイス。いいね、アピールし合ってるね。筋肉痛になりそう。心地よい疲れだね。猛烈な眠気が。土の子は風になる。あ、スライムゼリーみたいな雲。ゴブリンハムに見えるけど。食べ物のことばっかり。お腹すいた。どっちに進む？優しい遠回り、厳しい厳しい近道。厳しい方行っちゃった。大丈夫？靴に石が入ってるよって言ったね今。おっと、確かに厳しそうだ。はいや、行くぜ。ババババーン。ナイス。
痛い。よそ見をしている。好き行動アドバイス。避けて。避けれなかった。やば、確かに強い。えい、やべえ、ちょっと待って、強いかも。余裕だね。やばい、神の力の目覚め。 HP 振りかけの力。よし、振りかけで回復してやるのだ。 OK。 MP 振りかけも使っちゃおうっと。よし、行くぜ。いやー、厳しかったね、本当に。オッケー、レベル3になったよ、僕。うし、敵に送る歌。敵は一回行動できなくなるぞ。いいね。キャーな服、お気に入り。お腹出てるけど、なんだこれ。開けてみよう。195ゴールド、やった。宿屋を見つけたよ。何？誰か来たみたい。やっと来たらしいな。誰が？そなたの新しい仲間じゃ。二人きりで大魔王に挑むのは厳しかろう。そこで新たな仲間を呼んでおいたのじゃ。温かく出迎えてやってくれ。二人旅をスタートした土の子とトライアングル、親密度をどんどん上がっているところに新しい仲間が登場。一体誰が来るんだろう。全く予想がつかないぞ。次回、ダイダラ加入、お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。